はいどうもお疲れ様です。プリンシーデジャートにご参加中の皆様。まあやっぱりね、えー、他の企業はどんなことをしてるのかってことを注目しながら、まあ依頼、ある意味ね、比較しながらやっていかなくちゃいけませんから、まあいろいろとね、見ていってるんですけども、最近はね、この日本 NFT 美術館っていうところがだいぶ台頭してきてるように思います。まあ最近というよりもね、実は2021年からスタートしてるんで、そのプリンシーデジャートよりもね、早いんですよね。 え当然プリンシー・デジ・アートもこの会社のことは意識しながらやってるんじゃないかなというふうにまあ思ってはいるんですけどもどうでしょうかねえ日本 NFT 美術館ジャパンダオって書いてますんでねダオシステムで動いてることが推察されますえそしてえディスコードも使ってますし公式サイトもある何よりもこういうふうなねツイッターを通じて日々情報を発信してるっていうところですよねでやっぱこういった事業の大切なところっていうのは あの一般にどうやって情報発信してるかなんですよいつもクローズドのズーム会議やっててもこれはまたしょうがない話で、うん、やっぱクローズドもねあの全体の1割ぐらい必要なんですけども9割ぐらいはやっぱこう社会に認知させるための、まあ、啓蒙活動なり集客活動をやっていないとダメなんですよね サイトの URL があったところでそんなところねダイレクトに行く人はいませんからこういったツイッターなどを通じてたくさんの方に絡んでいくことが大事だと思いますその中でこのツイッターのフォロワーはもうすでに14万3000人いますんでかなりのねあの顧客数を抱えているサイトということになりますねこのディスコードもすごく大事なんですよディスコードっていうのはクローズドのグループですからあのこの中で興味を持った人がディスコードに入っていくっていう仕組みですよね まあですので、まあ、あのプリンシーディジャートっていうのは、どっちかっていうと、クローズのところに入っていて、一般の情報っていうのはあんまりないと。で、えー、と私とかがね、動画を作っても一般公開っていうのは非常に慎重にならなくちゃいけないんで、まあ、集客がかなり困難なんですよね。まあ、その辺をどうしていくのかなってところが、まあ、今のところ知らされていないんで、えー、本当になんかこう、口コミみたいな感じで。 あの口コミっていうのは要するにね誰にも気づかれずに身近な人に知らせていくっていう活動なんでまあ言ってみれば一言言うとねちょっと怪しいんですよねやりにくいんですよ <laughs> まあ皆さんどういうふうにお感じになってるのかまた聞かせていただきたいと思いますで公式キャラクターサイト公開っていうのは、まあ、前回に引き続いてまたこうも今日もねやっていこうかと思いますけどもちょっとクリックしてみましょうか画面がねほらちょっと全体が反映されてないんですけどもまあ今の時代に合った雰囲気ですよねこれはね まあこういった明るさで押していかないといけないのかなと明るさとか軽さとかでね日本の文化を世界メタバース美術館、ね、世界最大級って書いてるでしょで展開地域全世界100カ所なんですよ100か国ここまで売り込めるといいですねで情報発信も7月7日にしているところと11時間前にしてますねこれが10時間前 で11時間前ですね。11時間前。いろいろとね、反応もいただけてるビューが1327とかね、6307とかね、526。十六。だ結構ね、こう、発信してるんですよ。これが大事ですよね。こういうふうなイベントの募集もしてるような感じですしね、まあ、スマホアプリも充実してるってところがお伺い知ることができます。 ちょっとここぐらいには勝たないといけないんですけどもかなり差を開けられてるところじゃないかなと思いますメタバース美術館日本美術館がね公式キャラクターとかこれ大阪にあるんですけどもねルト、まあ、美術館も悪くないんですよ、うん、ただやっぱりこうセンセーショナルに公開はされましたけどもその後何やってるのかなってことが用として知れないってところがあると思います、うん、ちょっとこっちの方がなんか明るいですよね はいじゃあこんなところにしときましょうか今日はね。